どうもこんにちは。FX のシート添削をしていると、そのシート添削をした動画に対して、まとめのね、記事を出してくださってる方がいるんですよね。いや、これがね、なかなかね、まとめるセンスがあるなぁと思いまして、しかも継続してるんですよね。この一回一回まとめたものを、まとめると、本当に、このまとめをさらにまとめるとね、一冊の本ができてしまうんではないかなと思うぐらいです。もちろんこういったものっていうのは、あの、教材として販売することが、かなりね、 あの、有効ですから、うんまあ、早めにまとめてね、商品販売してみたらどうかなと思います。自分の頭もまとまりますし、それから、難しいテクニカル理論、FX のテクニカル理論っていうのはね、あのー、 噛み砕いて伝えることができるんで、非常に補助,補助教材として、ためになるものになるんじゃないかなと思いますよね。で、今回は、あいただいたまとめに対して、私なりの補足をね、加えながら、ちょっとこの動画にさせていただこうかと思いますんで、よろしくお願いします。えこれは一般公開の動画になります。えっ、ー、と、まずね、材料の後には半値戻しがある場合があるってことなんですけども、やっぱ材料の後にね、どんどんテクニカルの方向に、 修正する動きが出てくるもしくは新しいテクニカルに向かっていくっていう動きがこの半値戻しとか前値戻しっていうのはよくやるんですよだから大きくね材料でボーンといった後にの反発が出てくるんですよねで徐々に徐々に落ち着いていってテクニカルの方向にまた修正されていくっていうことになりますからねこれは本当によくあるんで材料の後に狙い目だっていう考え方もあるんですよただ私は今のところテクニカルがまだ十分使えてない方はね あの材料の前後は避けてくださいってことを申し上げています。じゃあ、テクニカルがちゃんと使える状態ってのは何なのかってこと。これについて言及してる人がまだね、ほとんどいないんで、ここでちょっと定義させてもらいますけども、テクニカルが十分使えてることは何かっていうとね、まずは第一段階として、レンジオプションが得意になることです。ね、どうでしょうか。この次には、レンジからのブレークへの転換が捉えるのが早いってことですよね。もう少なくともこの二つがいつも使えるようになって、 まあ安定した資産の増加に使えるようになったらねまあこれはテクニカルが使えるようになってきたと判断してもいいんじゃないかなと思いますその先何段階目かあってその後でなんですよ材料に対して挑戦していけるのはその材料に対しての挑戦も材料そのものに対して利確をするんじゃなくて材料後の 戻しに対して利益を取っていくっていうところから始めていくんですよね。はい。こういったことも FX オリギルヒではお伝えしていきますので、お楽しみにされてください。二つ目。下髭が出て、えー、下髭が出るってことは、下への勢いが否定されたってことですけどもね。にもかかわらず、下に向かうこともあるわけですよ。この際は検証を大きな時間軸の方に求めてください。下に向かって、ゴーンと進んで、下髭を出して戻ってきたっていうことがあっても、 大きな時間軸では全体的に下に向かっているんだったらさすがにねこれは例えば4時間とかデイリーの方で下に向かう方向性を示しているのに1時間単体で下ヒゲを出した程度ではそれは下に向かい続けるよってことなんですよね、うん、だからねヒゲが出るのも急速な利覚っていうのと急速な反対方向へのシンポジションっていう二つの意味がありますね まあそれは他の時間軸で押して知るべきということになります。次です。急速に値段が買い戻されて値段が落ち着いたときには、あ陰線四線の実態が揃っていることが多く、上昇することが多いと、はいえー。これはね、上昇と下落と両方あるんですけども、急速に値段が買い戻されて値段が落ち着いたときって、まあ、こういうふうに、こう進んだときですよね。これは上昇するときが多いです。あの下が実態が揃っているときはね。で、げが長いときも上の方に。 来やすいですまだ、あ、でも第一段階としては実体の陰線4線が横並びになった時にその陰線4線の,、ね、あの底辺が揃っている場合ですかヒゲに関係なくそういう場合っていうのはすごく特徴的な動きをするっていうふうに覚えておいてもらいたいと思いますで次腹目足の場合2つの陽線が拮抗している場合次が陽線出た場合3辺4辺が起きて上昇して抜けていく場合がいい、まあ、これもねその文字の通りですよね 三平四平実際は四平ってのはないんですけども三平っていうね言葉があるだけなんですけどももう私の解説ではね三平四平五平みたいなね言い方もしますんでそれは乗りに任せてね造語が出たと思ってください基本的には三平までですけどもね三平が出るってことは四平五平に行くんですよで四平五平に進む時でもその陰線とかね陽戦ですか陽戦でも陰線でもいいんですけどもその三平がどの 変化をしているか。最初にちっちゃい要線が、次に大きな要線。次にもっと大きな要線だと、上に行く勢いがすごく強いんで、これはあ、その後ね、大きく上の方に跳ねるっていうふうに判断すればいいと思います。えー、利益ポイントが発生した瞬間に気づき、その技術とともにエントリーする勇気、精神力があるという、その通りなんですよ。やっぱりね、三密体ですよね。資金力があること、それから技術があること。 で、精神力が備わること。この三つがね、整った時って、うまあ、上手いエントリーができるんですよ。まあでも、勇気の量っていうのはみんな人それぞれでしょ。でも勇気っていうのは鍛えていくことができます。それはなんで勇気が出るかっていうと、爆発をこなすことによって、大体このぐらいの割合で自分の思った通りになるだろうっていうふうに当たりがつくから行動ができる。つまり勇気の裏付けになるってことなんですよね。だから勇気の裏にはね、本当にね、緻密なロジックとテクニカルの積み重ねがあるんですよ。 だからいきなりね勇気が注入されるわけじゃないんですよね。そういった当てずっぽうの勇気に頼ることなく、ちゃんとね、一歩一歩進んできて、練習や特訓をしてきたぞ。ね、つまりチャートだったらね、あのずっと検証を繰り返してきてるぞってものが、自分の自信につながっていくってことなんで、えー、多くのね、せっかくテクニカルのチャンスが来たのに、エントリーするときにどうしても小さいロットになってしまうとか、ひいて言えばあの、プロスペクト理論ってありますよね。 利益が出たらすぐに決済したいし、含み損が出たらなかなかそれがね、損切りできないっていうのも、場数が少ないから勇気が出ないというふうに考えてください。はい、その他あか、堤足からのサンバガラス、徐々に大きく育ってきている場合は、どこで貼ってもよい。そうだね。戻るよりも狙える。その後下ひげを長く出したところで終わったことに気づき、戻っていくところで利益ポイントが出る。まあ、このように考えていくのはいいんじゃないですか。 それからサポートラインを引く場合は実体から引く。これは基本的にはもう実体から引くわけなんですよ。で、ヒゲっていうのはね、いろんなね、その実体に変化を与えるんですよね。これはすごい細かいケースに分かりますんで、まあ、日々の私の相場解説から汲み取っていただければと思います。はい。なおあ、本日からエントリーしていますが、理論と技術を吸い合わせることの難しさを感じます。自分の立った仮説に基づきエントリーして耐えることの難しさを感じています。そうそう。あの、爆発がないとね、 そうは言っても、ここ、本当にそういくのかなっていうような疑問が出るんですよ。これね、場数を繰り返してもね、そうならなかったらどうしようっていう気持ちがあるんですよ。だからリスクヘッジをする。だからロスカットラインを設けるってことになるわけですけども、ロスカットラインを設けて、計画通りにロスカットラインに触れてロスを食らってもね、それでも自分の中のモヤモヤっていうのは消えなかったりするんですよ。まあそれはね、本当に、こう言ったらね、本当にいつもいつも言い逃れみたいになっちゃいますけども、あの、少ないんですよ、場数が。 うん、しかもその場数っていうのは人によってもその、ね、あの個人差は出てきますんで、まあ、私の場合は1000トレードっていうふうにまあお話してますけども実際1000トレード私はしないうちにこの当たりがついたんですよでも場合によって人によってはね1000回以上やらないとダメなのかもしれませんよね、うん、やっぱり、まあ、野球の練習に例えたら難しいかもしれませんけどもあの、まあ、ノックの練習をしてねすぐに取れるようになる選手もいれば 繰り返し繰り返しやってもなかなか取れるようにならないっていう人もいたりとか、バッティング練習でも、あの、これ、なんですかね、1週間練習したら打てるようになる選手と、でも3週間ぐらい必要な選手と個人差があるわけですよね。だから練習量が少なくても、あの、レギュラーになる人、練習量をたくさんしたのに、その努力の甲斐なくレギュラーになれない人っていうふうに、とかくう、この個人差っていうのはね、ものすごく不平等に生きてますから、 だから、本当に FX で成功したいとかって思うんだったら、うん、あの、誰かが A さんが100回でうまくいったけども、自分は100回じゃないかもしれないっていうふうに、ある程度覚悟しないといけないでですよね。ただ、一定の目安になりますよ。100回や200回でくじけちゃいけないっていうのは。うん。で、まさにね、FX でトレードしよう、トレードを続けていこうと思うと、数万回生涯にやることになりますから。 <laughs> だから1回でビビりょうだと結局トレーダーとしてはねトレーダーとしてはもう生き残っていけないってことになっちゃうんですよだからプロトレーダーって毎日やってるわけですからねトレードの回数が勝ってる人の方が多いですからで勝てない人の方が少ないんですよやっぱりそこを忘れないことかなと思いますよね、うん、だから難しさを感じるのは本当にあの手応えと難しさを感じるってことはきちんと FX を 学ぶ上達するルートに乗ってるってことじゃないですかね。チャートを見過ぎないこととか自分で決めたレジスタポラインレンジを信じることそうそうこれとりあえず信じてそれでもね勝率が悪いんだったら修正するってことなんですよまずは信じたような信じてないような状態で線を引くと結局検証もぶれちゃうんですよねだからまずは自分の作ったレジスタポラインでどうなるかってことをデモトレードで何回も何回も受け止めていくことが大事です。 そのうちに自分の引いたレジトブラインは一定の確率で利益をもたらしてくれるなと思ったらそれが自信に変わると思うんですよね。はい。続き、果敢にチャレンジしていきましょう。あ、でも利益が出たんですね。お疲れ様です。8ピップス。はい。うん、はい。お疲れ様です。ありがとうございました。